埼玉西武ライオンズの辻初彦前監督など元プロ野球選手20人が子どもたちに野球を指導する教室が有田町で開かれました。左足の前のこのラインぐらいのところまで入る、ここでボールを捉えたんじゃない、捉えるのは右足、ね、指導したのは小城市出身で埼玉西武ライオンズの前の監督辻初彦さんやオリックスなどで活躍した神崎市出身の野中慎吾さんなど元プロ野球選手20人です。昨日は有田町や武雄市から小中学生およそ160人が参加し、打撃、守備、投球の3部門に分かれ指導を受けました。子どもたちは打つときに体重を軸足に乗せるなど上達するコツを学んでいました。いろんな選手と一緒に練習とかをできて嬉しかったです。コントロールとかしっかり教えてくれたけんが自分の将来に向けてためになる教室になると思います。この教室は子どもたちの野球技術の向上などを目的に財団法人が全国で実施しています。